前方倒立回転跳びカッコ2回カッコ閉じ、皆さんできますか？僕はねよくてでんぐり返し。画面越しの一部ユーザーの皆さん、こんばんは、おっぴです。今回はバンドリセカンドシーズン内で月島まりなさんほどは話題にはなりませんでしたが、こちらですね、白金先輩と任天堂スイッチ募集でおなじみ氷川さんと、そして市ヶ谷さんがお話ししているこの瞬間、ちらっと窓の外に映る富山花園北沢鶴巻さんら4人、あーなんかするんだなと、あ富山さんたちがギターを弾いていると、うん、そのリズムに合わせて鶴巻さんがいつものように前方倒立回転跳びカッコ2回カッコ閉じをすると、うん、いやおかしいわ、何がいつものようにじゃい。皆さんの周りに昼休みかそこらの時間に前方倒立回転跳びカッコ2回カッコ閉じをいつものようにかましてくる JK がいますでしょうか。僕は20年生きてきましたけど、そんな JK と前方倒立回転跳びカッコ2回カッコ閉じをする JK と出会ったことはありません。てかなんだ前方倒立回転跳びカッコ2回カッコ閉じって長いわ。とにもかくにもいつも通り事前情報として、鶴巻心様とかいう小娘は階段5段飛ばで駆け降りてスキップして肛門に登った、そこからさらにバク転して着地、人間じゃ、その通り人間ではないということを皆さんしっかり覚えておいてください。次の期末テスト問88に出てくるんで復習忘れないように。他にも鶴巻心様といえば、その場で1メートル飛ぶことは実証されてるので、アニメを見たガルパファンの皆様は何ら違和感なく、むしろあれが鶴巻心様としての最高で一番のあり方、生き様紹介だったんかなと思います。だがしかし、そうなんです、今回初めてバンドリセカンドシーズンを視聴してくださったアニメ民の方々、驚いたことでしょう。でもあれが鶴巻心様なんです。僕たちは平然と流しましたが、それはもう驚いたことでしょうよ。しかし受け入れなければならない。そう、例を例えるなら緑間慎太郎くんが初めてアニメ内で長距離スリーポイントを決めたあの時のように、受け入れそれに慣れなければならない。それができなければ鶴巻さんの取り巻きでもあります、黒服の皆様による社会的抹殺が起こる可能性がゼロではないからです。この動画はみんなにそのことを伝えたくて発信させていただきました。それでは本日の授業終わります。起立なんだこのキャラ。